よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。4万人目の来場者となったのは米子市の朝倉さん家族で、入館無料の年間パスポートやマスコットキャラクターのぬいぐるみが贈られました。7月15日から開催中の企画展、ときめく鉱物展、国内外の鉱物およそ250点が展示され、最大の目玉は長さ 2.5 メートル、重さ 2.5 トンの巨大アメシストドーム。その迫力に圧倒されます。サヒメルのこの時期の企画展は例年夏休みの子どもたちで大盛況。去年はみんなが大好きな恐竜、およそ4万6000人が訪れました。今回の石はそれに匹敵するくらいの来館者でにぎわっています。一見派手ではない石がなぜ、まあ、最近人気のゲームに結構鉱物がちゃんとその実際の鉱物の特徴を捉えた形で出てきたりだとか、まあ、いろんな形で鉱物に接したり楽しんだりする方が増えてきたのかなというふうに考えています。恐竜並みに人気の石、石だけにその魅力にストーンと落ちていくのでしょうか。こうした中、米子市には鉱石好きにはたまらないこんなお店も。水晶に隕石、大きなアンモナイトの化石。こちらのお店は化石、隕石、水晶などおよそ1万点の鉱物を取り扱っています。これも1個買うと止まらないですね。どれも欲しくなっちゃいますね。店長の吉田さん、鉱物好きが高じて今年このマニアックなお店をオープンさせました。すべての商品を吉田さんが海外から取り寄せたり現地に行って買い付けています。1万点の中から特に珍しいものを紹介してもらいました。おすすめだとここの一番トップに置いてあるやつですね、アメジストです。サヒメルの展示でも目玉になっていたアメシスト、この商品は特に希少性が高いといいます。ここにゴールドの金色のあの鉱物が入ってるんですけど、これが入ってると入ってないかでもう全く値段が違うんで。他にも貴重なものがどんどん出てきます。でこれはサハラ砂漠に落ちた NWA 隕石っていうやつですね。例えばこの NWA ですと大体 100g で1万円ぐらいから、こちらポンと置いてありますけどこれ100万します。これで表面がすごくこの宝石質なんですよね。これが非常に綺麗で人気があるアンモナイトですね。宝石のような色が特徴的なアンモナイトの化石、100万円です。何を思うかっていうのは人それぞれだと思いますし、あ綺麗だなと思うのか、かっこいいなと思うのか、その古代のロマンとかを感じて、そのなんか昔あったその景色みたいなのを想像するとか、もうその感じ方は人それぞれだと思うんですけど、長く地表に埋まり自然の力でできた美しい鉱物たち、人間の力で生み出すことができないからこそその魅力に惹かれていくのかもしれません。